こんばんは。鼻がくなった声って言ったら違う。違うか。なんか頭皮が痛い。昨日の昼からお電話カメラしなったアップよかった。そう、なんかそれママに言われて、ママに言われて初めて知った。昨日の帰りに。目痛い。すごい、何これ。桜餅、桜餅喉が痒すぎ。高校卒業しました、おめでとうございます。花粉だ、花粉が来た。花粉が花粉は来てる。毎日アイスデート271さん、桜餅10個ありがとうございます。明日朝早いから今日寝るねだって。おやすみ。ありがとう、ちょっとでも見に来てくれて。うん、桜だ、桜だ、涙たちが。シャラタン春もあるんだけど、春あるよ、どこでもあるよ。なんかわかんない、麦わら帽子、なんかね、ひまわり、喜んでひまわりの帽子が、そう、多分ピンが、そう、ピン止め、アメピンで止めてるんですけど、でもそれがうまく刺さってなかったのかな、多分。そしたら回ったらすぐピョンって取れちゃって、肩を。そう。うん。で、って感じ。めっちゃ苦戦した。なんか、最初つけようと思って、でもつけられなくて、あ、無理だと思って、じゃあ外そうと思ったけどね、全然外れなくて、そう、片方も外れたからこっちも外れるかなと思って、そうだからちょっと引っ張ったら外れるかなと思ってこうやってやったのに全然外れなくて、もうめっちゃ全然外れないじゃんと思って、そうで無理やりやると髪型崩れるしどうしようと思って、でめっちゃ余って目が痛い。って思って徐々に緩めてあれしました、取りました帽子。ああ、
何これ、オノピーさん、ペンギン、ペンギンありがとう。うん、ジーンズゆるゆる、そう、ジーンズゆるゆるです。ゆるゆるっていうか、なんだろう、その、ハイウエストじゃないやつだから、そう、なんか、あれだな。ってなって、でも、ベルト一番きつくすると、落ちはしないから、まあいいかなと思って、そう、いつも。うん。誰の衣装わかんない、ポジションで決まってるので誰の衣装とかないですね。あると思うけどわかんない、見てなかった。うん。衣装は全部、そうだよ、衣装は作られた時はもう大体作られた、昔作られた衣装たちだから、先輩の卒業生の衣装が多いですね、元の衣装がね。でもなんかそのリバイバル公演の時の、リバイバル公演の時に使ってた衣装とかは、そうだね、ひならさんとか出てたから、ひならさん自分の、そう、リバイバルの時に着てた衣装を今も着てるってどこかの MC で言ってた気がするみたいな、そんな感じもある。マクサキさん、ペンギン、ペンギンありがとう。10個って言おうとしちゃった。あなたは亀手の方、下手の方だって、どういうこと、変わらんよ昨日と。うん、亀手がし、あ、亀手だっけ、昨日のポジションって。亀手です。じゃあ、なんかまんべんなく行くよね、でもそんなことないっけ。なんか差がすごいよね、なんか僕たちはもうずっと亀手にしかいない、そう、でもひまわりはもうずっと下手にいるし、竹内先輩もずっと下手か、私アイドルなんて呼ばないでもは、まあ同じぐらいな。ビバハリケーンは神手、そうね、ビンゴは下手でしか行かないですね、ビンゴは下手しか行かなくて、僕たちは神手しか行かない。ドリーミーはもう中央にしかいなくて、ランランランは、ああ、なるほどね、なるほどね、まあ可能性はあるけど、もう私が変わる、私が元のポジションに戻るとは限らないけどね。そうなったとしても、うん、まあ、すごい桜がいっぱい、うわうわうわ、すごいすごいすごい、桜もう散っちゃってるよ。うん、明日はちゃんとあれですね、昼じゃないか、朝配信します。てか違う、ああ、そうだ、マカロンをね食べなきゃいけないんですよ、食べるって言っちゃったじゃないですか配信で、だから本当は今日食べようと思ってたんだけど、今日も結構バタバタしてて
で賞味期限明日までなので明日までに食べなきゃいけない、でも明日は公演だっていう。っていうやつですね。時点動画で載せないですよ。だから、明日の朝配信で食べるかもしれないけどね、メイクしてない状態で食べたくなかったね。ねえ、フランボワーズなかったの悲しかった。でもね、あの12個入りだからママと一緒に食べてるんですけど、何個か食べたんだけど美味しかった。そりゃそうか、美味しい。いろんな広くはちょっと間違えてクッション持ってってしまいました、デビローって。わざとでしょ、わざとクッション持ってきたでしょ、だって。ああ、クリームが気持ちしないんだ、そうなのかな、わかんない。でも明日までですね。マカロニは飲むのは紅茶だけど、今そうあるぐらいなくて家に、だからコーヒーで飲んで食べ、コーヒー飲みながら食べました、この前は。明日は公演ですね。明日は公演ですね、本当に。大失敗して見せられなくて、そんなに失敗したの？大失敗って思う、自分が思ってただけかもじゃん。分かんないけど、丸焦げだったらあれだけど。見たかったな。ああ、なんでもない。ああじゃなかった。明日もあの笑顔でメイク見れたらいいと思います。もう明日も笑顔で見送れたらいいなと思いますって言いたかったんですけどね。ランキング読まなきゃ、あと3分。13位アカナナスルテさん、12位豚バラパラダイスさん、11位マシューさん、10位シエリちゃん、9位チバメガさん、8位ミーさん、7位オノピーさん、6位シンさん、5位アイスゼット271さん、4位ゴルゴーさん、3位マサキさん、2位ガーリックジュニアさん、1位ウちゃん、ありがとうございました。袴姿、袴ね着たことないんだよね、私着てみたい。おめでとう。あさって2日早いけど。はい。初ランキングだっておめでとう。ね、昨日はなずなのね、卒業公演だったんですけど。あれですね、なかなか本あのね、そう最近涙もろすぎるから、なんか本編で泣いちゃうかなって思ってたんだけど、そうセレモニーの時も全然泣かないで笑顔で見送りました。まあでもそう予想外のお手紙、ドラさんへのお手紙があってから
あれは予想外すぎてあれは泣いちゃったんだけど、そう。でもそこ以外は笑顔で見送りました。サプライズだった。うん、知らなかった。あ、ファンの方にも言うのかって。うん、ファンの方には書いてきたのかな、お手紙って思ってたら、え、私たちみたいな。そう、うん、ね、いい曲でした、ベタ。ソロのね、ソロもめっちゃ素敵だった。ってことで、また明日、皆さんおやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさい。短くてすみませんでした。おやすみ。バイバイ。